こんばんは、パーソナリティの小林美明です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。先日環境委員会でですね、質問に立ったんで、ちょっとそのご報告をしてもいいですか。お願いします。はい、すいません。私環境委員会というところに所属をしてまして、で環境委員会っていうのはですね、環境省の政策を、審議するところなんですけれども、今回ですね、初めて質問立っていいよっていうことで許可をもらったんで質問したんですが、実は瀬戸内海のですね、国立公園の整備に関連するちょっと質問に立ちました。で、今回ですね、日本中の環境のことをですね、政策でやるのが環境委員会なんですけど、実は瀬戸内海を取り上げたのは意味が実は2つあって、1つはその観光という意味なんですけど、1つはその環境省の仕事ってこのままでいいんでしたっけっていう話をですね、実はしたかったんです。でそもそもはですね、実は環境省っていうのができたのは水俣病を代表するようですね、ああいう公害が、高度成長期にあって、でそれをですね、やっぱりなんとか抑えなきゃいかんということで法律を作ったところから環境省というのができたんです。なので性格上ですね、要は基本的にいろんなものの排出を減らす、例えば汚水を減らすとか下水をきれいにするとかですね、量を減らす方なんですよね。でも実はやり続けた結果、最近有明海とかでも言われてますけど、海苔に色がつかないとかですね、海に栄養が少なくなっちゃったっていう、確かに昔は下水なんて整理されてなくて、そのまま、人の肥料ももちろん全部海に流れてたわけですよね。でそれが全部こうきれいになっちゃったもんですから、実は魚が少なくなったり海苔に栄養がつかないとかですね、こういうことが起こってるもんですから、そろそろもうきれいになってきたんで、本来目指すのはですね、豊かな自然だとするならば、見た目にきれいなだけじゃなくて、いろんなこう生物も住んでる、生物多様性というふうになんかよく言われますけど、そういう世界を目指すふうに政策を切り替えた方がいいんじゃないですか。でちなみに瀬戸内海も、実際そういうふうになっちゃってますよという声がいろんな地域から、もう兵庫から山口までですね、もうなんとかしてくれという声が実は多く上がってるんですね。でそれを実は質問をしたというのが一つなんです。でもう一つは東京オリンピック・パラリンピックで、たくさんの外国籍の方来ますけど、地域にやっぱり国立公園ってあって、で瀬戸内海っていうのはですね、実は日本で初めて指定された国立公園で、これちょうど今年80周年なんですよね。ですごく景色がいいし綺麗だからっていうんで、観光地にもなってるんですけど、かなり例えばおトイレとかが和式のままだったりとか、英語表記がなかったりとかですね、かなり整備が遅れてるんですけど、これ地方の予算なんですね。県の予算なので、これ県任せじゃなくて、国として地域に人を送り込むっていうことを考えるんだったら、予算つけなきゃいけないんじゃないですかっていう話をさせていただいてですね、前向きにやりますということだったんで。あ、そうですか。質問に立って回答は、じゃあもうやらなきゃいけないっていうことは認識をしてますんで、頑張りますってことだったんですね。これからより一層、整備をですね、皆さんと一緒にやっていくっていうことですけど、進んでいくというふうに思ってますので。どれぐらいのベースで進んでいくんですか。こういうのって、そうなんですね、質問しましたよ、じゃあ前向きにやりますよっていうのはよく聞くんですけども、でもなんかあの質問ってどうなったのかな、忘れちゃったなっていう、こううやむやで終わっちゃうことはないんでしょうか。あります。あるのでずっとですね、だから質問に立つっていうよりも、我々はどちらかというと省庁と直接やり取りする方がメインになるので、定期的にお話をしてですね、この予算どうなったとかですね、だから毎年の予算でそれはつけていかなきゃいけないんで、ここで実は指摘をしていくっていうふうになっていきますね。なのでオリンピック、この5、6年でしっかり整備をしていくっていうのが正しい時間感覚かなというふうに思います。なるほど。海の環境も整えるっていうのもそれぐらいのペースで、もうやっぱりこう発信したらどうなったかっていう経過と、それからこうなりましたよっていう結果を、そうですね、なんか欲しいのが欲しいですよね、ぐるぐる、回したいですよね。そうです。ちなみに瀬戸内海の法律は、次の秋で作ります。あ、そうですか、それは決定、これはもう間違いなくしっかりやりますので、こちらの方もご期待ください。ご期待ください。ご報告したいと思います。あなたからのメッセージお待ちしています。レバンアットマーク FM777.co.jp、 ファックスナンバーは 084-920-8765、 レディオビンゴ小林文明のあなたの出番ですまでお願いします。レディオビンゴのホームページから Facebook への投稿もお願いします。この番組は興和物産金曽22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は町本株式会社
町本康介さんを迎えしています。町本さん、出番です。はい、こんばんは。すごい、立っちゃったらマイクから遠いっていう問題が。じゃあ改めて、こんばんは。礼儀正しいですよね。礼儀正しいですよ。もう高校の先輩なんで、本当のありがたい。そうなんです、先輩後輩です。しかもリハーサルだったら帽子取る予定でしたけど、ヘッドホンつけちゃったから取れなかったですね。残念な話です。残念な話ですね、はい、申し訳ないです。いやいや、ありがとうございます。今日はもう胸にバラをさせていただいて、いい、はい、お揃いで、ありがとうございます。すいません、持ってきていただいてですね。あと、もう本当よく似合いますね。スタジオがバラの香りで包まれてすごいですね。自分の庭で、ね、よかったです。僕のじゃなくてよかったいいじゃないですか、バラの香りだったら。いや、こんなにも香るものなんですねと驚いています。本当にそうですね。やっぱりあの自然本来で力強く咲いてくれてるので、香りもすごいですね。そうなんですね、はい、というわけでバラに包まれた今日はスタジオでお送りしますけれども、町本さんがバラにちなんでるから、まあ、こういうふうにバラに包まれてるので、まあ、まずちょっと会社のお話からちょっと教えてもらっていいですか。町本株式会社ということなんですが、はい、もともとはですね、昭和36年にうちの祖父がですね、年始業っていうのを立ち上げまして、年始、はい、あのねじるやつですね。そうですね、糸をよりをかけていくっていう、はい、まあ、それからスタートしてですね、次に代が移りまして、今の社長、うちの父親になるんですが、はい、まあ、あの海外進出の流れの中で、地元に残るか、あの海外に進出するかっていうところで、地元に残ることを選択しました。でそこでですね、地元で何かできることがないのかっていうので、いろいろ試行錯誤を繰り返す中で、あのこのバラの栽培に行き着いたとなっております。うーん、はい、場所は今どちらにあるんでしょうか。はい、福山市芦田町になります。あの動物園、皆さんご存知ですかね、はい、の少し奥の方で、はい、バラの栽培をさせていただいております。うーん、まあ、そういう中でこう、まあ、事業をですね、どっちに振っていくかっていう中でこう悩みに悩んでバラに行き着いたということなんですが、これどういう、こう思いがあるんでしょうか。まあ、あのうちの父親ちょっと頑固なところがありましてね、人前でなかなか言わないんですけど、はい、一緒にあの畑仕事をしている時にふとあの教えてくれたことがありました。あの実は私の娘が生まれた時をきっかけにバラの栽培始まったんですが、あのこの子たちに何か残せることがないかって考えた時に、この豊かな自然しかないんじゃないのかと、自然に向き合った仕事をしていきたいっていうことで、あのバラの栽培始めたとポロッと語ってくれたことが一度ありました。はい、私は それにちょっと共感してしまいましてですね、ええ、よし親父、俺も一緒にやるっていうことで、はい、一緒にやらせていただくようなのがバラ栽培のきっかけになります。だって元々は全然別の仕事でしたよね。そうなんですね、はい、自動車関係の。あ、私ですか。はい、はい、あの某自動車会社でサラリーマンやらせていただいておりました。はい、でそのお父さんの思いに共感して、ほな俺戻るわって言って、そうですね、戻ってきて、はい、今はバラの栽培を基本的には町本さんがやってると。そうですね、私バラの栽培を、はい、させていただいております。どうですか、こうバラの栽培、しかもものすごく量が多いですよね。そうですね、今約4000株のバラをね、あの相手させていただいてるんですが、はい、まあ、日々、ね、驚きと感動と失敗の連続で、まあ、たったまだ1年ちょっとしか携わってないんですが、難しいですね。難しい、これからだなって思うところがたくさんあって、うん、まあ、それがまた面白くてしょうがない、はい、その中でこうかける思いっていうのは何かありますか。かける思いですか。まあ、たくさんありすぎてあれなんですけど、一言で言うと、このバラを使って何か皆さんのお役に立てんかな、うん、先ほどもちょっとお話しさせていただいたと思うんですけど、やっぱり自然の中で力いっぱい咲いてくれてるんです。その自然の恵みっていうものを皆さんにお届けすることで、何か少しでもお役に立ったらなって考えております。うん、でもバラの栽培、こうごめんなさいイメージですけど、難しいんじゃないかなっていう、こう感じがするんですけど、どうですか。そう、もうすみません、私も本当にたった1年ちょっとしか携わってないので、ええ、あの偉そうなことを言えないんですけど、必死に咲かそうと思っても咲いてくれないなっていうのがあります。はい、人間が咲かすんじゃなくて、バラ本来が持ってるこの力をいかに手伝って、ね、人間がちょっとだけお手伝いさせていただいて、あの本来の強さっていうのを引き出していけば、どん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 咲いてくれるんですよね。うん、それ
面白いことで季節によって香りとか花の大きさがどんどん変わってきます、はい、まあ、そういう意味じゃ安定してないんで難しいのかもしれないんですけど、その変化も含めて面白いなと、うん、まあ、難しさよりも楽しさの方が今先になっております。うん、毎日毎日もう4000株をこう見て回るわけですか。はい、と言っときましょう言っときましょう、はい、でも今日もで、その作業の服で来ていただいてるわけですよね。あ、そうです、そうです、はい、そうですよね。農作業の格好で来させていただきました。これ品種っていうのは何かこうこだわりがあって選んでらっしゃるんだと思うんですが、はい、なんていう品種を育ててらっしゃるんですか。すいません、品種に関してはちょっと伏せさせていただいてるんですよ、はい、内緒にさせていただいてて、ええ、まあそれはうちの現社長が、はい、試行錯誤でやって見つけた品種ということで、ええ、はい、ちょっと伏せさせてください。はい、特徴はどんな特徴があるの。特徴はですね、先ほど小林さんがおっしゃってくださったようにやっぱり強い香りですね、はい、で直接花びらをかじっていただいたら分かるんですけど、はい、バラの花びらって実はめちゃくちゃ苦いんですよね、はい、苦くてえぐいです、でこのお花は意外に香りは強いのに苦みとえぐみが少ないです。へえ、ですので加工した時に美味しく食べれると、はい、これ1枚いっちゃって大丈夫ですか。あ、もうあんまり美味しくないですよ。あ、本当ですか。はい、ちょっといきますね。なるほど、端っこいっちゃいましょう。私もいかがですか。だ、本当だ。あ、全然苦味ないですね。そうなんです。うん、食用バラですので何かこのテーブルのコーディネートにも使えますし、お料理の片隅に置いてそのままちょっとバラも食べられますよなんていうのおしゃれですね。あ、いいですね、いいですね。あれただね、お薬使わないんでね、見えないとこに虫がたくさんいるんですよ。なるほど、よく洗って、よく洗ってからっていうのが、はい、ポイントになってくるかと思います。でも本当おいしい。でその後ちょっとこう水飲んだらなんかバラの紅茶飲んだ感じの、あ、そうですね、雰囲気に、お口の中にずっと香りが残ってくれるんですね、うん、ローズウォーターになりますね。あ、本当そうです。ちょっとつけとけばいいですね、じゃあ、うん、そうですね、いいですね、美味しい。あ、全然イメージ違う。あ、よかったですと思って他のバラ食べたらすっごい苦いわけです。苦いですね、色が薄いからと思ってね、私よくつまみ食いするんですが、あっていうのがたくさんありますね。へえ、深いですね。はい、いろいろありますね。なるほど、面白い。でも良い子の皆さんは今食べたのは食用のバラだということ。そうですね、はい、勝手に食べないで、そうそう、バラ公園とか行って食べないで、あんまり食べない方がいいかと思いますね。お気をつけください最近バラ方とか多いですからね。そうですね、僕ついついやっちゃうんですけど、やめた方がよろしいかと。ダメですね、それは気をつけてください。はい、すいませんさあ、それではこの辺りで松本さんのリクエスト曲をお届けしたいと思います。ドレスコーズでウィアーをどうぞ。サロンデトーク、改めて今夜のゲストをご紹介します。松本株式会社の松本浩介さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで食用バラを、まあ、栽培されているということで、さっきはバラの花びら直接食べちゃいましたけどまあそれが本来じゃないんですよね。そうですね、はい、はい。今日もたくさん商品をここに持ってきていただいてて、後で動画を見れる方はですね、動画を見ていただきたいと思いますが、すごいです。この真っ赤なやつはジュース。そうです、ジュースですね。ですね。はい。バラジュース。バラのジュースです。もうこの今日持ってきた花たちをですね、はい、ふんだんに使ってですね。なるほど。香料着色料なしっていうちょっと一つのポイントで。そういうことですよね。自然の色を、この情熱の赤を届けたいっていう。これがもう本当に純粋な色。純粋な色ですね。花びらの色そのものですね。ねえ、同じ、本当同じ色。ちなみにこれいくつの花でできるんですか。ざっくり先ほど言ったようにね、季節によって花の大きさ変わってくるんですけど、だいたい1本取るのに10輪近く。あ、10輪で1本、はい、で10輪で足らないかもしれないぐらい。足らない場合もある、はい。すごいですね。美味しいんですよこれ。あ、ありがとうございます。ね、美味しいんですよ、香りがすごくて。ちなみにこっちはバラティー、紅茶ですね、というか、はい、ですね、そう、バラのお花だけを使った、はいはい、ハーブティーという方が近いのかなと思います、じゃあ色もこのような赤なんですか。それはね、今日ここで実演できないのが残念なんですけど、まずネットで出していただくんですよね、この真っ赤からね、想像つかないブルーが出てくるんです、色が。
こにちょっとビタミン C レモン1滴加えていただくとパッとピンクに変わってですね、まあ、女子力上がるような商品が楽しめるんですね。はい、色がこう変化するところの水色も楽しめる、はい、そしてバラの香りももちろん楽しめて味わうことができて、そうですね、はい、よくあの何ですかロシアンティーって言うんですか、ジャムを入れたりしますね。あ、そうですね、またうちの商品の話になるんですけど一緒に持ってこさせていただいたこのジャムをそこにいっぱい入れていただくと、はい、もう花びらぎっしり詰まってるジャムですので、花びらそのままそのままつけてますね、これそのまま入ってます、もうどうしたのかっていうぐらい花びらになってるどうしたのかっていうぐらいもう救いにくくてしょうがないですねそんなにたっぷりもうそれぐらい思いと一緒に花びらも詰まった詰めさせていただいておりますので、それを紅茶の中に入れたらスプーンに入れていただくとその花びらがパッと開いてきて、ちょっと残念ながら浮いては来ないんですよ、下に沈んじゃうんですけど下で開いてくれるふわっとふわっと、すごいですね。ぜひともあの耐熱容器のね、あのティーカップっていうか、それでする と、全部見えますでしょ、透明で。もう丸見えですね。はい。綺麗ですね。いいですね。丸見えって。もう全部見える。素晴らしいですね。そういう楽しみ。透明で、ね、はい、見えるっていうのね、はい。開いてる姿見えるっていいですよね。いいですね。おもてなしにもいいです。ありがとうございます。多いですよね。いやでも本当にあのこのバラティは目の前で見ましたけど、感動しますね。これ本当は多いんですよね。そうなんです、真っ青が最初出ちゃうんですね、でそれもまた面白くてですね、はい、お花の状態によって出る色がちょっとずつ変わってくるんですよ。で真っ青に出る時もあれば最初から赤色が出てしまったり、はい、茶色く出てしまったりする時もあって、その変化も楽しんでいただければいいかな。もうまさに自然の恵み物、自然が恵んでくれてるので安定していかない、それも一つの売りにさせていただいております。添加物なしっていうのがこの安心感がいいですよね。ありがとうございます、はい、そしてなんとここにアイスクリームがあるんですけど、これはい、なんと高島屋さんの、はい、オンラインのギフトにちょっと選んでいただいてですね、はい、はい、もうあの気合を入れて練り込んでおりますので、はい、どうですか小林さん、食べてみてください。そうですね、これ溶けちゃいますからね。そうですね、もったいないんで、はい、はい、早速いただきたいと思います。最近私食べてばっかりだから。この開けた時の、すごいこれ、もう、あ、もう花びらが、まんま入ってますね。まんま、はい、ビシッと。さっき松本さん練り込むっておっしゃったんですけど、何を練り込むんですか？ですね、花びらの形を崩さないようにですね、アイスが練り上がった後に、はい、あの加工した、まあ、このように加工した甘い花びらを練り込んでいってるんで、はい、手作業で？そうですね、うわ、まあ、手が込んでますね。マシンの中に入れてしまうとですね、全部ちぎれてしまうんですよね。いかがですか？美味しいです。香りが、ありがとうございます。バラの香りがすごい。あ、ありがとうございます。口の中にね、しかもなんかエグさが全然ないですね。そうなんですね、そうなんです。この生地の中に粒々っちっちゃいのが生のお花なんですよね、はいはい、あ、これ粒々生の花、はい、生のお花を刻んで入れててですね、なんかあの、まあ、香水にもバラの香りとかってあるので、はい、ああいうのが口の中で広がったらそれはちょっとって感じしますけど、全然すっごい爽やか。あ、そうなんですよ。アイスクリームですからミルキーな感じもあるわけですよね。ミルキーな感じもあります。本当バニラアイスに何でしょう、あのストロベリーアイスだとイチゴの香りが、ね、はい、広がりますけど、それがこうバラになって、ま、爽やかに、うん、幸せな感じしますね。ああ、よかった。もうそう言っていただければ、お役に立てれば、お役に立てれば、はい、もうそう言っていただければ嬉しいです、はい、オンラインでお買い求めいただければ。そうですね、この生バナ入り の、はい、プレミアローズのジェラートっていうのはあの高島屋さんのオンラインページのみで、はい、販売させていただいております。そうですか、はい、はい、でもう一つパッケージが赤いものがありましたけれども、そうですね、白地に赤のもの、はい、あれに関してはあのうちどものホームページの方で、はい、取り扱いさせていただいておりますので。ちなみに他のこの商品はどこで買えるんですか？これバラジュースとかバラティー、バラジュース、バラティー、アイスクリーム以外の商品に関してはですね、あの駅のお土産街道だったり、はい、はい、あの広島空港だったり、あと一部あの広島の服屋さんとかで、はい、取り扱いしていただいております。じゃあ福山で直接買おうと思ったら、あの三世の中の、そうですね、お土産街道さん、はい、お買い求めしていただければ
大変助かります。なるほど。でもこれ東京持ってたらですね、このバラティとか喜ばれましたね。やっぱこれやってみてって言って渡すとですね、早速やっぱりね、政治家の事務所って結構出すこと多い、お茶出すこと多いんで、そうです、ね、じゃあちょっとやってみますって言ったら、後ですぐ連絡かかってくる、なんかすごいんですけどとかって、ね、感激のレスポンスが嬉しい限りですね。帰ってきます。はい。なんかこうお客様固くなっている方が多いかと思いますので、そんな中ほっとした話題から入れるっていうのがいいですよね。そうですね。だから自分の事務所とかでも出すと、はい、喜ばれますよね。ああ嬉しいですね。それあのいつもこう胸にバラつけてるので、はい、なんでバラなのみたいなところから話始まるんですよ。ああなるほど。でバラのお茶出てくると。長田町で広げてください。長田町でそうなんですよ。ぜひぜひお願いします。地道に広げてますんで、バラの町だって言って。イコール福山をつけて。そうなんですよ。福山とバラセットですからね。ああ嬉しいですね。そう言っていただけると、まあ、うちの商品も勝手に福山バラードっていうことで、はい、福山の名前。はい。ね、バラの人と書いてバラードなんですね。そうですね。はい。おしゃれですよね。ということですが、はい、今後どんなビジョンを持ってやっていくんでしょうか。ちょっと気になるところです。あの大きいことを言いたいんですけど、言いっぱなしでなかなかできそうにないんで。まず自分の娘が小学校卒業するまでに、はい、福山の小学校の給食にうちのジャムちょっと提供できないかなっていう。あいいですよね。地産地消でね、はい、もうしっかり真剣に愛情を込めて咲いてくれたお花たちをぎゅっとね閉じ込めたこのジャムをなんとか子供たちに食べていただきたいなと考えております。いいですよね、はい、そういうの喜びますね、女子は特に ね, ね, ああね喜んでいただければもう幸いですと、はい、バラの日って福山市としてあるのかな、設定されてました、一応設定されてるんですけど確か1月か2月じゃなかったんですかね、あそうなんですか、なんでこの日がバラの日なの、なんでその日なんですかね、私すいません残念ながら勉強不足で申し訳ないです、また今度調べちゃう。そうですね、バラ公園ができたタイミングとか、はい、まあ、いろいろあるんでしょう、まあ、そもそもはね戦後復興のためのあれですから、いろんな由来があるんだと思うんで、そうですね、そうですね、はい、ただ実際に今あのお花が咲く季節ではないなと記憶してるのが、はい、あります。それはちょっと我々勉強してきます。あそんなやつ私も勉強させてもらう。でもいいですよね、なんかその故郷の花を感じられる給食、ね、そうですね、はい、もうなんかなんとかそのために安定してお花がね、はい、あの咲いてくれるように、はい、あの一生懸命畑仕事を今してる最中ではあるんですが、でも一度伺った時は、はい、本当なんかこう会社の両面、はい、バラの谷になるんじゃないかぐらいのこう開発中でしたけど、そうですね、もう土田舎村の山を、はい、切り崩しながらバラを増やしていきたいなと。すごいですよね、はい、あれもう全部植えられたんですか、すごい良さでしたけど、まだまだですね、3分の1程度しか、はい、はい、じゃあこれからますます広がる、ますます広げていきます、はい、何株ぐらいになってくるんですか、まあ、4000株でしたけど、今約4000株で、当初計画してるのは1万株っていうことを目指してやってたんですが、はい、場所を見るともう少し、いけそうで、もう少しいけそう、1万5000から2万株ぐらいの規模になっていくんじゃないのかなと。へー、これ一斉に咲いてるところなんてのが見れたら本当はいいなと思うんですけど、はい、ちょっとこう見に行くことってできるんですか、私たちだけじゃなくて本当に今日聞いていただいてる方々が、あそうですね、あの実はですね、あの朝10時までに全部お花摘んじゃうように今心がけてるんですね、はい、来ていただけるんだったら、はい、ぜひ事前にうちどもに連絡いただければ、はい、あの一角だけちょっとお花残してですね、はい、見ていただけるように、はい、対応させていただきます。もうぜひぜひ来てください。そうですか。じゃあホームページでカタカナでマーチーモーと、ね、株式会社、はい、あれすぐヒットしますので、はい、そちらの方からまた連絡をしていただきたいと思います。はい、ぜひチェックをしていただきたい。よろしくお願いします。はい、では楽しみにしていただいて、バラの谷がですね、あの足田に広がるのをちょっと夢って。楽しみにしておりますので、皆様のご協力とご指導があればなんとかできるんじゃないかと思いますので引き続きよろしくお願いいたします。固く締めましたね。はい、今夜もお忙しい中ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今夜のゲストは町本株式会社の町本浩介さんでした。
いいですね、このバラの香り、ね、本当に今日はかぐわしい気分上々です。なんか幸せになれますね、やっぱバラの香りってね、いいです、はい、ずっと飾っておきたいです。ぜひお飾りください、はい、似合ってますよ、本当に。似合ってます、本当ですか。このままつけておこうかな。はい、まあ、この後皆さんで味わっていただきたいと思いますが、それでは今夜もお相手は小林文明と、アシスタントは平野恵子でした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。この番組は、コーア物産、カネソ22の提供でお送りしました。